メルトダウンした原子炉の真下の映像がつい先ほど公開されました東京電力が福島第一原発2号機の内部で今日撮影した動画を新たに公開しました原子炉の真下の格子状の床に黒いまだら模様の塊が堆積している様子が見て取れますメルトダウンした燃料が原子炉の底を溶かして落ちてきた可能性があるということです 東京電力はさらに分析を進めるとともに来週にも高性能カメラを積んだロボットを投入して内部の鮮明な撮影を行う方針です。